万世寺は、愛知県岡崎市菅尾町にある新州高田派の寺院。三号は多生山。本尊は阿弥陀如来。武蔵国に新蘭の弟子で荒木玄海という僧がいた。その源海の弟子、両仙と両仙の弟親江が1289年、河内国より三河国に赴き、当地に寺を建てた生産万世寺と合したのが、始まりと言われている。 足利高氏が状況の際参拝し、武運長級の祈願をした。略王五年、伽藍が混流された。その後、足利義明が高氏の母体を弔うため、原爆七段を寄進した。15世紀中央における、本願寺連女による、三河教団の分裂、本願寺派への繰り込みの際には高田派に帰属した。十六世紀の高田派の王信と町による、相続争いに際しては、 明元寺と共に、町法の中心寺院として活動したため、次第に権威は後退した。明王五年、松平千方田が参詣し、翌年大指導が建立された。万世寺は、松平氏や在地の領主層の起源を受け、小規模とはいえ不入の地内を認められることとなる。そうした経緯から三河一行一揆の際は、徳川家康に味方した。慶長七年。 国印地50国を受ける。官営13年11月9日、徳川恵光から、主印地50国を配慮する。境内には口述する手術の文化財のほか廃人、鶴田拓池の区費と墓がある。毎年8月7日から8日に虫干しを兼ねた転換が行われている。春のしだれ桜が見どころ、以下の物件が文化財に指定されている。すべて本寺に所蔵されている。 ありがとうございます。